はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、赤炭ゲートということで、まあファイレクシアへの門までね、宝物を出して、こう流れるように行きたいなと、展開していきたいなという感じのデッキですね。まあ大勝ちと厚氏がここが軸になってますね。あと、探してくるカードとしては鏡割りの偶話と巨竜戦争で、まあそれをやってる間の時間稼ぎとしては、兄弟仲の終焉全体に3点火力と家の焼き払い、まあ最序盤はね単発の火力ありますんで、あと安堵の仮想も一応手札、サーチしていく感じですかね、門をね。はい、まあこんな感じのデッキですね。まあ巨竜戦争あんま使ってなかったっていうのと、まあこれですね、兄弟仲の終焉、これかなり優秀なんでね、まあこれがツリー入れていこうということでね、はい、組んでみました。まあちょっとね、まだデッキ作ったばかりなんで、フリー対戦で今日は回していこうかなと思います。さあやっていきます。はい、プレイ。さあ先行7枚でキープします。さあ3枚目4枚目5枚目と土地を引いてくるんでしょうか。今んとこちょっとハンドが寂しいですね。始まらん。お相手マリガン検討中ですか。ん、マリガン検討してたらこの画面までいかないのか。なんでしょうね。さあ土地を出してターン終了。森か。あんまりサイズがでかいと苦手なんですけど、ここでもう一発火力あったらな、稲妻とかあったらかなりいい展開にできそうなんですけど、そうこいつがね来て焼けないっていうのがね、ちょっと展開としてはしんどいかね。まあ、次のターン鏡割りの分はこのトークンで殴れるんであれば、かなり変わってきそうですけど、家の焼き払いとかもね、効きにくいんですよね、緑だと。そこが非常に心配。お、ボセミジはちょっとありがたいかな。逆に。さあブロックしない。悩むんですけど。戦争にいきなり4-4出します。これはもう焼き払った方が良さそうですね。さあブロック。さあアタック。これで7マナ、あと2マナ。あ、大丈夫か大丈夫か、びっくりした。なんかいろいろされる。さあ上の焼き払い。
さあ一回きれいに掃除できたのはでかいですね。お、ちょっと待って、これなんだっけ、土の勇者。おお、なかなかやばいのが出てきました。しかしいいブロッカーが登場してくれましたね。土の勇者はまだ使ったことないな。まあ向こうも殴ってくるしかないですからね。アツシがすごい強い。さあ宝物3つ出します。さあファイレクシアへの門。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ、ターン終了。エンチャントか。ファイレクシアの門までどんだけ早く行けるかな。これを焼くのがかなり切ないんだ。4マナ目来たのはでかいな。巨竜戦争1から1でしょう。ここで戻ってくるのがね結構鬱陶しい。焼いちゃうんですけど、焼いちゃってもいいんだけど、悲しいね、ここで焼くのは。戻ってくるのがめちゃくちゃ鬱陶しいぞ。追放できないのがめっちゃきつい。これはでもちょっときついよね、この展開にされるとキリがない。であんまでかくなってくると今度そもそも焼けないっていうねことになってくるんで、こうきついんだ。いやもう攻めるか。ターン終了。さあ次のターンファイレクシアへの門出せたらちょっと面白いかなという感じはありますけど、まあ向こうエンチャント対策できるからな、それがちょっとね
容赦ないですね、これは。やめましょう。とりあえずはしゃあないね。さあ、ファイレクシアへのもう。とりあえずまあ一回きれいになっていただいて、さあ殴る。ターン終了。しかしまた戻ってくる。それをこいつでなんとか除去したい。このターンちょっとね、エンチャントなかったら嬉しいんですけど。あるのか。はい、大変ありがとうございました。お相手諦めましたね。さあ、対戦相手先行。7枚でキープ。ターン終了。もう珍しいの来ましたね。鬼の刃。これ結構ね、強いですよね。いきなり絶望させてくれますね。エーデリンと来ました。どうやって立ち向かえばいいんだ。警戒持ってるし厄介だね。うわ、重た。強いな、これ。この2枚捨てるか。さあ、これしない。わあ、きつい。さあ、ブロック。きつすぎる。これ流しちゃうと余計きつくないか。さあ、アタック。巨竜戦士。で、アツシが戻ってくる。とりあえず、モンが来てくれたらちょっと面白いんですけど、ね。まあ、もう引くことを期待しましょう。ターンもらいます。さあ、4枚全部捨てます。さあ、もう来い。来ましたね。さあ、ファイレクシアへのもう、この動きはなかなか強いですね。まあ、ライフがちょっともうないですけど。まあ、ハンコンクリーチャー落ちてるんでね。ハンコンクリーチャー引っ張っていけるか。
さらに圧し出していきます。監禁の円環か。お、44持ってってくれた方がまだありがたい。粗暴な聖戦士で、今5マナ。さあアタック。さあ大勝ち。さあ鏡割りの偶話出していきます。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。カタンゲートということで、結構ファイレクシアの門までがね、大勝ちとかでぐっと加速してくれるのがね強いですね。このアトシもそうなんですけど、まあ、チャンドラ抜いて大勝ち増やしてもいいかなっていう感じの手応えですね。あと、まあまとめて熟できる強大なかの終焉と家の焼き払いが非常に優秀でしたね。はい、まあ、まだもうちょっと調整してランク戦で使っていこうかなと思います。はい、まあ、そんな感じでカタン好きな方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。